はい、ありがとうございます。先ほどまでは鈴木さんが国際協力になんで興味を持ったのかっていうところから、その後大学時代何をしてたのかっていうところを話をお伺いしたんですけど、ここの動画では大学院選択っていうところでどこを選択して何をしていたのかっていうところをお伺いしたいなと思ってます。実際なんですけど、どこの大学院に行こうっていうふうにまず考えられました？大学院っていうだけで、まあ、日本にもすごくたくさんあるし、それこそ海外にもたくさんあって、どこに行こうかっていう国内も考えましたし、海外も考えたっていう中で、何を勉強したいかっていうことを考えた時に、ずっと紛争みたいなところに興味があったり、国際協力の中でもそこに重点を置いて勉強したいってなった時に、平和学っていうところがキーワードとなって、どういうふうに平和を考えるかみたいなところで、平和学を当時勉強できる大学院が日本には多分なかったんですよね。当時なかったんですね。はい、今上智大学とかいくつかの大学院が始めたりとか、あとはプログラム単位ではあると思うんですけど、院でちゃんと学ぶっていうところが日本になかったんで、じゃあ海外だってなった時に、紛争とかが強いのって国としてはイギリスとか、そういうところが強いので、イギリスの大学を見てて、でイギリスの中でも紛争とか平和っていうところに強いのがブラッドフォード大学、大学院っていうところと、あとはもうちょっとリサーチの方に気持ちを寄せるってなると、スウェーデンのウプサラ大学だったりとかっていう風にいろいろと聞いたり調べたりした中で、最終的にはその3つぐらいの中でどれを受けようかなっていう風に考えて、でまあすごく大きかったのは、教授と話した時に、教授が基礎的な勉強はしたと、で平和学についてもっと専門的に学びたいってなった時に、古い文献から揃っていて歴史もあってちゃんと学べるところっていう意味では、ブラッドフォード大学がいいんじゃないっていうところをおすすめしていただいて、同時期にセアルミコさんっていう方、今レアルズっていう NGO の事務局長とかだと思うんですけど、その方の本を読んだこともあって、その方がブラッドフォード大学院出身の方だったんですよね。でこの方の行ったところに行くっていうところがあったりとか、そういうきっかけでブラッドフォード大学を選びました。あ、そうなんですね。ちなみにブラッドフォード大学って受かるのって難しいもんなんですか？大学院の入試難度っていうのはいまいちよく分かってないんですけど、日本だと試験を受けなきゃいけなくて、イギリスだと GPA とか大学の成績がより重視されたりすると、でアメリカだと GRE っていう別の試験を受けなきゃいけない、一般教養試験みたいな英語バージョンですよね。はい、なんで国によって頑張んなきゃいけないところが変わってきて、イギリスは GPA と自分の志望理由書と、あと先生たちからの推薦書っていうところで、推薦状はすぐに集まったので、自分が何をしたいかっていうのを書くのと、 GPA もそんなに低くなかったのでっていうところで応募したわけですね。はい、なるほど。じゃあ実際受かりました。受かって大学院行くわけですよね。大学院生活どうでした？イギリスって大学の学部が3年で院1年っていう、すごくコンパクトに学業を収められる国なんですけど、はい、そもそもイギリスに行く前半年間空くので、でまあイギリスから帰ってきてからまた秋に卒業して半年間空くので、私は結局2年間大学から社会人になるまであったんですけど、大学自体は1年間で。なるほど。実際大学卒業する前までに合格通知はもらってました？はい、ちょうどクリスマス直前に来たのでサンタさんと思ってましたそうなんですね、はい、それで卒業と同時にイギリス行く感じですか？私はお金がなかったこともあって、イギリスに行くまで半年間ギリギリまでアルバイトとインターンシップをしてました、あ、そうなんですね。先ほど話に出たセアルミコさんの、当時 JCCP という名前の NGO だったんですけど、そこでインターンさせていただいて。そうなんですね。はい、憧れのルミコさんと思いながらしかもそこが紛争予防センターっていう名前だったんですけど、当時南スーダンを担当させていただいて、南スーダンの事業でどんな風に紛争を予防するかとか、どんな風に民族を融和するかみたいなところを NGO で実際にやってるのを見ながら勉強させていただいて、すごくいい準備体操になったなと。そうなんですね。それで大学院に行くわけじゃないですか、はい、イギリスの生活まずどうでした？学業自体は1年間で、途中でコロナが来てしまったので、イギリスの波が、その時に帰ってきているので、実質いたのは8ヶ月ぐらい。8ヶ月暗い、寒い、まずいっていうのはあったんですけど、3拍子しっかり揃ってるんですけどそういう生活の3拍子揃いながらも、すごく優秀な人たちと一緒に勉強ができるとか、そういった環境面ではすごく整っていて、で、まあ、イギリス寒い中でも、例えば劇場がすごく近くにあったりとか、図書館が街の真ん中にあったりとか、カフェとかがあったりとかして、そういう文化的にすごく進んだところっていう印象は、あの、ど田舎なんですよ。ど田舎なのに文化的に進んだ土壌があって、そこはすごく毎日そこに通ったりしながら楽しく勉強してました。あ、そうなんですね。じゃあ生活面では自分と合わない部分はありつつも、環境としては楽しかったというところですかね。はい、学業っていう面ではどうでした？大変でした？学業は大変でした、はい
何が一番大変だったんですか？何が一番っていうのが決めかねるぐらい大変ではあったんですけど、はい、英語にそれなりの自信がありながらカナダに行った時すごく分からなくて、うんうんうん、わーってなったんですけど、うん、イギリスに行ってさらに分からないってやっぱりなりましたあ、そうなんですね。でも日常会話はもうできる状態でしたよね、はい、さすがに、はい、なんですけど学業だとディスカッションとかが入るからそこがやばかったってことですかね。そうですね、専門用語がまず知らないとついていけなくて、いくつか想像で埋めながらも、はい、いやいや分からないってなるのとあとは単純にイギリスのアクセントが難しいっていうところだったりとか、サタデーをサバデーじゃなくてソーデーって言うんですよ。あ、サデーになるんですよ。で、私アーチェリー部だったんですけど、はいはい、アーチェリーの大会にソーデーって言われて、それソーデーが分かんなくてそのままにしてたら出れなかったことがあって、間に合わなくて申請が、はい、で、分かんないことは聞くのが大事とかそういうことも学びつつやっぱりアクセントって難しいなっていうのは思いました。あ、なるほど。まずその地域でのアクセントとか、はい、そういう訛りとかに慣れていかないといけないっていうところがまず大変だったってことですね。そうですね、まず第一点そこで、うんうん、あとは単純に知識が足りないので英語がついていけないっていうのが1点とっていうところですかね。そうなんですね。ちなみに大学院で同じクラスメートだった人たちって年齢層的にはどうなんですか？20代後半から30代が多かったイメージです、うんうん、っていうのも皆さん働いてその間で来てるとかあ、なるほど、が多くて、学部から直接上がってきたのがおそらく4人ぐらい、全部100人ちょいいて4人ぐらいだったと思います、はい、そうなんですね、はい、8ヶ月イギリスの大学院進学したと思うんですけど、はい、イギリスの大学院に進学する良さっていうところ聞いてみたいなと思っていて、何が一番いいですか？一番いいのはブラッドフォード大学がそもそもど田舎でやることがないので勉強に集中するしかないっていうのと、うん、大学院っていうのがおそらく他のイギリスの大学院でもそうなんですけど、システムとしてすごく授業時間が少ないんですよ。大変っていうとやっぱずっと授業だったなっていう印象あると思うんですけど、うん、週に8時間とか10時間ぐらいしか、週に8時間、それだけで単位取れるってこと？それだけで単位取って残りの半分は修論が単位になるので、うんうん、むしろそっちの方が嫌かもしれない。いや、そうなんですよそっちの方が嫌かもしれないだし、じゃあ空き時間にアルバイトとかしてる人がいるかって言ったら、うん、もしかしているかもしれないけど本当少なくて、みんなとにかく予習と復習をしていて、それが大変でした。結局2時間しか授業がないので、うん、そこの2時間はディスカッションとか、うん、先生から問いを与えられてみんなで考えたりとか、そういう時間に当てたいと、うん、そこで何かを勉強する時間じゃないよって言われて、だからそれまでに勉強していかなきゃいけないし、次の授業までにその日やったこと、考えたとか話したとか、それを全部まとめて自分の中でも整理しておかなきゃいけない、そうしてる間に次が来るみたいなのが続いてましたねなるほど。それこそ自習の時間が人によって裁量を与えられるから、はい、やんない人は全然発電できないし、やってきた人ほど深い発言ができるところで追跡度合いがだいぶ変わりますね。本当にそうなんですよ。教授がただ私があなたたちに一方的に話すだけならウィキペディアでもできるってちょっと言ってて、うん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 、確かにっていうところでみんな本当に勉強してくるのと、うん、実際に国連とかで働かれてたり、うん、NGO で働いてたとか、そういう人たち、あるいはもちろん民間企業で働いてた人たちが多いので、自分のバックグラウンドにそういう知識があるんですよ。確かに確かに。なんでこれについてどう思う、あ、うん、私が NGO でどこどこの国に行った時はこんな風に対応しましたけど、うん、みたいなのを出すんですよ、体験として。それは全くないじゃないですか。全くないね。そしたらもう図書館の本とか、うん、そういう本ベースだったら私に聞いてみたいに、自分の専門はそこにするしかなくて、うん、ってことはみんなより勉強しなきゃいけないのに、うん、みんなと同じ時間しかないっていうところで。そうなんだ。ちなみにそんな状況下で友達はできました？年齢をそんなに気にしない人たちが多いのもあって、あとはその一緒に学ぶ人としてグループワークとかが多いので話す数も多いし、あとパーティーとかもコロナ前は本当にいっぱいあって、はい、みんなでお酒飲んだり、はいはいはい、あとみんなでこう持ち寄ってパーティーしたり。なるほど。ちなみにホームパーティーでみんな酔っ払うけど、はい、真面目な話とかもしたりするんですか？すっごいありました。本当に酔っ払う前からなんですけど、全然シラフで今ホットな状況について語り合うみたいなキッズパーティーじゃないんだけど一瞬たりとも気が抜けない。いや、すごいな。でもお酒が入れば入るほど感情的な部分も込みでそういう話をするので、俺の NGO はこうだったのにとか、うんうんうん、今勉強してることがどんな意味があるんだろうとか、自分の中の悩みだったりとか、うん、こういったことが起きてるのに、それこそ例えば今の状況だったりとかしたら、うん、おそらくウクライナの話で持ちきりだと思うんですけど、うんうん、そういうことを話しながら自分たちのやってることにどんな意味があって、今後どんな意味を見出していけるのかっていう話をしたり、将来何をしたいかっていうところで、うんうんうん、今まで何をしてきたかみたいな進路的な話を聞けるのは、はい、新卒としては嬉しかった、うん、いや、すごい
いな。なるほど、ありがとうございます。でも結果的に自分が志していてイギリスに行くわけじゃないですか。それに見合った得られるものがありましたか？むしろ想像以上にすごく得たものが大きかったなと思います。それこそなんか最初はカナダに留学してた時ぐらいの気持ちで英語で授業を受けて英語で専門文章を読んで知識をつけるつもりで行ったところがあったんですけど、どちらかというと知識大前提でどう考えるかとかそういった考え方を学んだり、国際協力として働くどういうことかみたいな根本的な部分とかを人と話しながら考えられたっていうところで、そこだけでも得た部分は大きくて、もちろんその知識みたいなところもたくさん得ることができたかなと思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとこの動画では大学院選択どういうふうにして何を学んでたのか、どういう生活してたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、次の動画ではイギリスの大学院を終わってどういう就職の選択をして今何してるのかっていうところをお伺いしようかなって思ってます。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。